はい、タイトルはこの通りでさっき喋ったんで訳しますで、初めにお手元でスライドを見てくださいちょっと割と駆け足になってしまったのでぜひお手元で見てもらうといいかなと思います1五秒ぐらい待ちます <laughs> はい回復 <laughs> 大丈夫そうですかね早、はい、はい、大丈夫かなじゃあ Twitter 探しても見れるんでよろしくお願いします はい。えっ、ー、と、サクッと自己紹介します。早坂です。えっ、ー、と、インターネットでは、アットタケミ y という名前で、えー、出ています。ずっと地元が仙台でしたが、今日、就職で京都に行きました。京都に今も住んでいます。関西の人は仲良くしてください。えー、社会人3年目で、今、京都在住2、3年目ですかね。以前は京都にあるゲーム会社でゲーム機を作ってましたが、今はネットワーク、スイッチを触ったり作ったりスイッチしまくってます。で、えっ、ー、と、好きな技術は EBPF と GO と、えー、Python です。まあ、GO って書いてるのは、 見ないことにしてください。えっ、ー、と今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。えっ、ー、と、なんか親頭がブースを出しているらしく、これは宣伝しておきます。これ内緒なんですが、僕出航しているの親会社からここには1円も出てないんですけど、えっ、ー、とせっかくなんでギリなんで書いております。あ、これ笑うとこなんで大丈夫です。で、えっ、ー、と西ホールに出ているので、ぜひさくらのクラウドをはじめとした。面白いエンジンアあげるんで。よろしくお願いします。で。 <laughs> 今回、パケット処理系の、えー、計測というテーマの話はなぜかと申しますと、まあ、最近ではですね自作パケット処理系に関しては良いチュートリアルが出ていて、まあ、かなり開発の資金が低くなっていると思いますが、よりよくゆくする、まあ、資料はあんまないわけですね、でえーとまあ、実際に測定して、まあ、諸問性能が出ているかみたいなのを行う資料、つまり開発者さんにとって、えー、2本目が歩ける資料があったらいいなと思い、この題材で話させていただきます、もちろんコミュニティにも還元したいなとか、お友達欲しいなとか、そういうのもあります。 で今回のアジェンダはこの通りですでは早速背景について説明していきますでまたいきなり宣伝があると思うんですが、えー、と今回の発表に関わるんでちょっとだけ聞いてください弊社 b b s a k という会社は BBIX と s a k インターネットの JV で親会社を通じてネットワークサービスを世に出してるんですね最近 OCX というプラットフォームを作って社会をより良くして小銭をチャリチャリ稼いでいきたいなと思ってるんですけどでここでは s a k のセキュアモバイルコネクトというものの中の人たちをやってるわけですでそうモバイルをやっているんですね で僕らは FLAMVNO 事業者としてモバイルコアの開発運用をやっています。でえー、と今回はです、ね、そこで得た知見をお話ししたいと思っていますで。早速ですが、モバイルに関するコンテキストを知ってもらうためのちょっとしたお勉強のお時間です。 でこれが基本的な LTE アーキテクチャです。で UE というのが、まあ、要するにスマホで、まあ、基地局を通ってですねこの MME を通って SIM に入っている鍵で認証しますで。その認証に基づいてセッションができるので下の S ゲート、AP ゲートを通ってインターネットに出るわけです。でまあ、僕らフレーム VNO 事業者はですねべてのコンポーネントを持っているわけではないんですね。ねな,なので格安 SIM とか提供できるわけなんですけど、まあ、具体的にフレーム VNO 事業者というのは HSSP ゲート A だけを持っているわけです。 でえー、ここでできた p ゲートウェイとは何かを説明します。でこれはインターネットはクラウドに出るためのゲートウェイです。<laughs> でこいつは、えー、GTP というユニダイレクトなトンネリングプロトコルを集団していますでこいつを使ってモバイルユーザーは、えー、と移動しても通信がつながり続けるという仕組みを達成しているわけですね。また顧客ごとに区別するために TID という ID が中に入っていて、これでまあギガがないとかいうそういう目にあってますあこここれれが悪いとでこれで解禁してるってことです。 でどこへ GTP が通っているのかというとこの青い区間が通っているわけですね。えーまあ、P ゲート A はとても大切なんですね。なぜならばみんな外に出た機能は絶対にここを通るからです。言い換えると、ここの性能をきちんと引き出してあげるとです、ね、こう利用者は快適にこうインターネットの世界に遊びに行けるわけですよ。P ゲート A というのは CU 分離ができます。でこれは、えー、と利用者がセッションを作るための仕組みと利用者が実際にインターネットやクラウドに出るための仕組み、この2つに分けれるという意味合いです。 でこれを特に PGATEAC、PGATEAU と呼びます <laughs> で、えーと。分割することで、まあ、なんか性能が出しやすくなるわけなんですけど、まあ、実際アーキテクチャーで確認するとこのように2個にョンと入ってプロトコルもちょっと変わってくるわけですね。 p ゲート a u はどんな処理動作をするのかというと、アップリンク、えー、つまりインターネットに出るための、えー、通信、これは s ゲートウェイから通信して、えー、GTP パケットをデキャップしてインターネットに出すこと、で今度はインターネット側から帰ってくるための通信ですね、これはインターネット等の方面から受信したパケットを GTP ヘッダーでエンキャップして s ゲートウェイに送信して UE に届けるわけです。他にも UE に合わせて、まあ、つまり TID を見てどこに送信するか、ポリシーを適用するかも決定します。 はい、ここまでのまとめです。あんま分かんなくても大丈夫です。ここだけをちょっと覚えて,おいてください。僕らは MVN の事業者やっていまして、そこで見てる P ゲートウェイというのが <laughs> ございまして、そこいつを使ってみんなはインターネットへゴーしてるわけでございます。えー、GTP というふうなトンネルを使ってハンドオーバーとか実現していてで、そいつは P ゲート A というやつが集団していますで。P ゲートウェイは CU 分離できて、GTP をエンキャップでキャップすることで外部に通信ができているわけです。で、なんで一生 P ゲートウェイの話というか。 をしていいたかというとうですねこう僕らはですね p ゲートウェイを自作しているんですねで。今回の題材は p ゲート a u を題材にしてるからなんです。なのでまあ、ちなみにこれは絵の具63というところで別で喋ってたことが昔あるので、聞いてください,で、はい。さて改めましてですが、鍵谷足ですが、このセッションで説明した p ゲート a u を題材に高速パケット処理系をどう測定し、どう評価するかを話します。 そのために高速パケット処理系をどのようにして実装するのか、そして Python をどうやって利活用するのかというのを話します。他の細かいことは諦めました。で、えーと、高速パケット処理系というものを作るとは一体何の話なのかということをしますで。この話を通じてどういう開発・改善のアプローチが必要なのかというのを概略として皆さんで測集しましょう。で、高速とかとは何かという話をすると、ひと言言言えばですね、なるべく余計なことしないことです。 でえー、高速パケット処理系というのは大きく2つに大別されていてハードウェアベースの実装とソフトウェアベースの実装この2つがありますで今日はソフトウェアベースのお話だけをしますで、まあ、なので基本的にはです、ね、いろいろ書いていますがソフトウェアの高速化ということころは変わらないんですね並列化と高速化この2つが肝になります、えー、今時のパケット処理系ではまあコストの観点でどっちかの単一化っということはしないで、まあ、うまく合わせたものを使っているというのがほとんどです で並列、まあ、化、まあ、単一スコアでやらないってどんな話やねんって言うと、まあ、ざっくり言わったのはこの辺の技術です。まあ、詳しくは関連のドキュメントを見てくれという感じなんですが、まあ今日は RSS、このい因だけの話をします。RSS とは、レシーブサイドスケーリングです。まあ、これは何かというと、パケットに対してハッシュを取って、NICQ ていう Q に割り振ることで、CPU コアに均等に分散します。まあ、右の図を見ると、なんとなく雰囲気が分かりますよね。 でもちろんこれは、事前に NICQ と CPU というのが対応付けされているわけです。でこれは IRQ アフィニティとかの設定とかそういういのにあたるわけですね。でえー、とパケット全体で発信を取るということはですね、まあ、操作コストや利便性の観点からはちょっと難しくて、なのでそこに含まれるあるフィールドの要素要素を使ってタブルを組んで、ですね、その一つのフローを定義します。例えば IP アドレスとかソースアドレスとか、まあ、そういうやつですね。ソースディストのポートとかそういうのもあります。 まあこのフローごとに、えー、とそれぞれの CPU コアに負荷分散することで達成するわけです。でまあ、ちなみにところでナイーブな実装をちょっと考えるとですねハッシュ取らないでラウンドロービーにした方がまあいいんじゃねみたいな話も思うわけですよ。まあ、パーシパケットってやつですかね。まあ、実はそれでは困っちゃうんですね。 なんでかというと、パワーフローで CPU 処理したいからです。例えば、えー、CPU コア A で、えー、処理しました。で、A が終わる前に、後から処理を開始した CPU コア B があります。そいつが終わることっていうのは、最初に CPU コア B で処理が終わって出てっちゃうことがあるんですよ。つまり、最初に処理してないやつ、後から来たやつを抜かしちゃうんですね。で、処理の負荷状況によっては全然あり得るんですよ。 でこれは何が起きるかというと、パケットのリオーダーが起き,ない起きかねないわけですね。例えば TCP には、えー、と順序保証というものがあって、並べ直しというのが必要だったり、あとは DPI とかミドルボックスの実装によっては、シーケンスの順番通りやないのでドロップするとか、そういうのがあったりすると思います。これは複層の,、えー、の温床になるのでやめたいんですねで、えーと。次は単位スコアで早く処理するためにはどうするかという話をします。これについては、まず外せない定石というのが2つあります。 1>, 1つは、えー、とプロトコルスタックと OS の、まあ、オーバーヘッド回を回避するための、えー、とカーネルバイパスについてでもう1つはパケットレートを早く保つための、えー、と CPU を占有して処理するというビジーポーリングというこの2つがあるわけです大体これを作るのはもうほぼ面倒くさいのでパケット処理のフレームワークに作って終わりというのがほとんどです カンってて書いてますね DPDK とか NetMap とか、えー、XDP とかがそれにいわゆる当たるものなんですけどで今回僕ら作って自作で使ったよってさっき言った XDP のところっていうのは、まあ、カーネルバイパスはしないでプロトコルスタックに渡す前にドライバーレベルで処理することでオーバーヘッドを減らしてますで、えー、とビズポールに関しては、えー、NAPI っていう、まあ、Linux の中に入っている組み込みのこう流量が上がると勝手にポーリングする技術をまあま転あ用してます まあちょっとよく分からないと思うので、雰囲気だけ伝えたいと思います。まあ、XDP のパケット処理はこのような構造になっていて、通常は赤色のパスだと思うんですよ。なんですけど、まあ、コンポーネント論理関係から、XDP は青のこの範囲だということが書いてるので、まあ、ちょっと早そうなことが分かるじゃないですか。まあ、雰囲気はこんな感じです。ね、このページは、まあ、あ後から見返すために多速なんですけど、まあ、パケット処理系を実装するためには、基本的にこういうことを考えます。こうなるべくテーブルの数は減らします、まず。で、その次に LPM、つまりロンゲストプ t フィックスマッチですね。 アドレスの,この範囲でここからこうをマッチさせるよみたいなのは最後の手段にします。でまあ、こういうのは真面目にやっている NTT コムのカムイさんとかだとめちゃくちゃ速くなったりするんですけど、まあ、普通はなかなかしないて難しいです。特許が取られたりもしますのであとはここに書いてあるけど L4 チェックサムの差分計算とか NAT の時に必要なりするものはというかいろいろ方法あるんですね。はい、まあなんか長々としゃべりましたが、えー、と詰まるところソフトウェアベースなパケット処理系とは何か ハードウェアで並列化して可能な限り CP で処理することです。早く処理すること。まあ、具体的にはハードウェアで RSS を処理しておいてパワーフローパケットをなるべくデータのバケツリレーの早いところで処理するわけですね。でこれ、怖いまさかり対策に書いてるだけなんですけど、い,っぱい他にもあるんですけど、まあ、ここはしゃべりません。まあ、このようにうまいことをいろいろすると、まあ、おれおれ処理系ができるので、みんなもパケットを通る気持ちよさをぜひ味わいましょうというのがここまででした。はい ちょっと大変ですね、皆さん、これ聞いていくの。<laughs> でさて、ここからはですね p ゲートウェ a u に対して、えー、と負荷をかけて評価していく話をします。でもう一回出すんですがあ、やべ、消し忘れてる。<laughs> えーとなんで p ゲートウェ a u なのかというと、先ほどしゃべっていた XDP を利用して p ゲー a t e a を自作使用でそれを題材にしようとしたからですで、えーと。その前に軽くおさらいですが、p ゲートウェ a u とは、まあ、インターネットに出るためのゲートウェ a で GTPV1 をエンキャップでキャップします。で えとアップリンクでは GTPV1U 受け取って、それをデ、えー、キャップして、えーと、インターネットに今出します。ダウンリンクではイーサネットのパケット受け取って、えー、GTPV1U ではないパケットを受け取り、えー、GTP ヘッダーをつけて UE 方面に送るということをします。はい、で早速ですが、測定環境を話していきます。 100G のインターフェースに対応した L3 のスイッチをボンと真ん中に置きますで。そいつらにトラフィックジェネレーター、p ゲート t e a u そしてメトリックを収集するためのサーバーをぶら下げます。でまあ、リソースは書いてる通りなんで、これあと読んでください。でまあ、メトリックサーバーにはプロメティウスやグラファナとかプッ,シュプッシュゲート A を置きましたとで、えーと。性能測定の順番はこの通りで、えーと、トラフィックジェネレーターからアップリンク、ダウンリンクを模したパケットを送りつけますで。それは p ゲート e a が受け取って、エンキ p DCAP の処理をされたものが、 トラフィックジェネーターに返ってくるんでそれを受け取りますでその結果、えー、戻ってきたパケットの量とか結果を、えー、とプッシュゲートウェイという、まあ、なんかメトリックサーバーのエクスポーターに送りつけておきます。えー、g t p g ー t e w a u は、えー、とノードエクスポーターを入れていてサーバーのリフォースを同時に見とくわけです。最後、それらの結果を、えー、とメトリックをですグラファナなで CSV とかにしてデータ化して、まあ、こうグラフにしたりここに送り回すっていうのがあるわけです。 でまあ、先ほどからちらちら見ている T-Rex って何だろうというと、まあ、先ほどぼそっとしゃべった DPDK ってやつが速くする方法の一つのフレールマークなんですよみたいな話をしたんですけど、まあ、そいつをバックエンドにした、えー、とツールで、えーと、バックエンドは DPDK で書かれているで、フロントエンドが Python なんですね。で例えば任意のパケットを書く場合は、スキャッパーと言われる Python 製の、えー、とパケット生成器を利用して負荷をかけます。まあ、DPDK は C を書くためになってとても辛い気持ちになるんですが、まあ、Python で書くので非常に便利で嬉しいです。 まここに示したようにアップリンクダウンリンクのパケット構造は描かれますで。今の方法では固定化されたパケット構造なので困ってしまうという問題があるんですね。まあ、なぜならば単一のパケットフローというのは実は現実的ではないんですね。なぜならば単一のクライアントしか想定した処理にはならないからです。まあ、残念ながら今回の測定では現実的ではなくて複数クライアントを模倣しないとさっき説明していた RSS が効かないからですね。 なので、マルチコアの分散も効かないわけなので、フローの構成要素っていうのを、まあ、ランダマイスするなりして分散させたいっていうのが気持ちとしてあるわけですよ。まあ、そのためにですね、T-Rex はそういうのも対応していて、えー、とフロー変数っていうものが定義できるわけですね。えー、例えばソース IP を任意のアドレスの範囲でランダムだったり、インクリメンタルに変化することができるわけです。まあ、実際に変化させているここの例は、アップリンクの例で、えー、とソース IP と,、えー、と TID。で、ダウンリンクだったら、えー、VLANID とソース IP とディスト IP を変化させてます。 でまあ、実際に T レックスを利用して測定を開始するときにはこのようなコードを書くことで、まあ、測定いきます。まあ、ざっくり解説すると上から、えっとまあ、クライアントのインスタンスを作ります。その次に投げたいパケットとストリームを定義します。でフロー変数のためになんかランダマイズのためのシードとかも定義できるわけです。そのっ、えー、とは T レ、えー、ックスの、えー、バックエンドと接続してあげて 100G のポートっていうのを初期化してあげます。 でえー、とその後は、えー、L3 モードのここの指定をしているんですけどこれしとくつと何に嬉しいかっていうと ARP ていう L2 の解決みたいなのが自動でしてくれるので Mac アドレスの項目が減って嬉しいというのがあります。L2 モードっていうのもあるのでそれは省略せず使えたりもするわけですねで。実際にリクエストして返ってきたパケットを PCAP にして、えー、とダンプすることにいきますなんでこんなことでもできるよって話をしてるかっていうと、まあ、測定自身はです、ね、非常に高速なパケット処理系なので、まあ、パケット一時正しいかどうか確認するのってなかなか難しいんですよね。 あらかじめパケットダンプして正しい挙動かどうかっては見とくわけですで。最後は送信するポートを指定しつつリクエストを開始して、えー、と終了まで待ちます。で同時に PGATEAU 自体のリソースを見ときますと。ノードエクスポーターで CPU 使用率と,、えー、とメモリ使用量あとは後からしゃべる手法で送った付加結果を並べることで振る舞いを観察できますと。と XDP のコードというのはどれくらいの関数呼び出されているかというのも負荷をかけてみることを割とお勧めしています。具体的にはパーフコマンドで、えー、とカーネル内部のコードをプロファイルして、えーとまあ、どういうスタックコールされているかを見ます。ここだと,、えー、と割り込みがさっきあってみたいなの全く、ま、かぶってます、ね。下には見づらいけど KsoftIRQ って書いてその後にドライバーが呼ばれててその後に BPF が来てるわけです。<laughs> でえー、先ほどパケットを送り出してやったら無事計測が終了しましたで次はメトリックをプロメティスに送るわけです、まあ、負荷かけるのはですね、えー、と終了して初めてやっと手に入るものなのでよくあるプル型のエクスポーターを使うのはむずいんですねなのでプッシュゲートウェイというプッシュ型のエクスポーターを利用して、まあ、プロメティスに送りますで、えー、とプッシュゲートウェイを する際にこんな感じでラベルをつけておくと非常に便利ですね。まあ、どの実験して、どの実験回だったのか、どれくらいデータ投げたんだっけみたいなのがここに書いておくと非常に困らなくて嬉しいです。で今度は取ったデータをグラフ内で眺めつつ必要なやつは CSV にしますと。でそれは Jupyter ノートブック使って、Pandas 使って、まあ、なんかグラフ化するとかそういう雑なことをしますほんで最後はこの測定データをこう 使った分析で、まあなんか実際に CSV 見てスケーランとかして、こう線形回帰モデルとか作っています。これは雑にコードを何書いてるかというと、えっ、ー、と CPU かとフレームサイズの因果関係を調べるために使ってます。まあサンプズして書いてるって感じですね。 はいえー、とここまで、えー、測定の、えー、と方法とかもしゃ、あと評価と分析方法をしゃべってきたんですけど、まあ、じゃあ実際どんなことをやってたのかっていうのをちょっとしゃべろうと思うわけですね。でまずその前、条件をしゃべるわけです。えー、と固定してるパラメータっていうのはテナント数5000ぐらい、まあ、これ VLAN の数ですよ、えー、とベアラーの数が100万とかで、すげえと100件ぐらいかなって、100GBps 投げてほしいねと、あとは CP の細かいチューニングとかやってますと。 でパケットサイズはこれくらいのやつで、えー、とショートパケットからジャンボ,プレジャンボに対してこう伸ばしていくようなやつで。CPU コアも小っちゃいやつから大きいやつまでやっていくっていう。でこれによってシングルコア性能いやマルチコア性能、あとはペイロード上で合わせて見ていくことで、えーとまあ、まんべんなく評価ができるわけですね、はい。ではまずシングルコア性能です。実際測ってみたこれ結果ですで、えーと。シングルコアっていうのは、要はシングルフローの測けですね。えーと 左が UE で右が、えー、とダウンリンクですね。あがいい左が UL で右が DL ですね。えー、UL の場合っていうのはジャンボの場合はほぼ 100GB 処理できてていいですね。これびっくりしたので、ちゃんと CPU コア1個しか使ってないのがなかなかです。で、まあ、ダウンリンクはあんまり想像通りで、まあ、処理性能出てないなとか、そういうのがありますね。ジャンボでも <laughs> 15GBps ぐらいですかね。あんまりだめで、こう多分ヘッダーをつけたりとか、CSAM の計算っていうのはなかなか重いんだろうなっていう想像してます。 で次はマルチコアでマルチフローのパケットを投げてるってことです。アップリンクはマルチコアにしたことでショートパケットの性能がグッと良くなりましたね。他はまあまあとさっきの同じ感じですかね。多分リンクモードの上限に当たってるんだと思うんですけど、でダウンリンクではまあなんか全体的に完結解決したんですけど、まあ、なんか150あたりがなんか面白い感じになっていてな、なんだこの谷はみたいな感じです。で、線形回帰したものを見てみます。これでなんかアップリンクはなんで性能良かったかっていう謎がここで解けるわけですね。 えと全部処理が軽いんです、この,こ,れはこの点のところというのが処理ぐらいで、アイアこれ20%ぐらいしか真ん中とか処理して、処理負荷か,かかってないんですよ。だから、こうショート以外でなんかめちゃくちゃ軽量だったっていうのは、ここでシングルフローのときの謎が解けるわけですね。ダウンリンクのときはまだ謎で、えーと、なぜか緑の24個だけ性能いいんだけど、32個は悪いっていう面白い感じになっていて、よくわかりません。まあ、ただ、おおむね最後のほうというのは直感に当たる挙動をしているので、まあ、良いのかなと思います。 はい、これはおまけで全部のやつ、でダインリカッ,ップリンクとあとはコア数とペイロード上でこうグラフにしてったんですけど、なんか処理の差が出てて面白いですね、特性というか。おおむね皆さんがやってみると、こうなんか全体としてこういうのが出てくるんで、まあ、なんか業務の時にも便利だなって感じです同じ感じになると思います。 まあ実際、僕が業ムでこういうことをやった際にはえとまあプロダクションに入れる際にどれくらいサーバーお買い物しようかなって際にうーん、32個はいいんだっけってもうちょっと理想ス減らしてもいいんじゃないかなとかそういうことを悩むための指標としていい材料として使ってました、まあ、ただ、この結果を出すまでにはいろいろ改善するっていう道のりが長かったのでそれも合わせて紹介したいなと思ってます。ということで改善をしてたまた僕らのちっちゃい旅路を紹介していくって感じなんですけどもここから PGATEAU のまあチューニングと改善について説明していくわけですね。 いやゃ喋ってると暑いですね、<laughs> 汗だくです、はいえーと。測定を通じて大きな、えー、と3つの問題に引っかかりましたと、まあ、それぞれ順番に説明していくんで、で3番だけは、えー、とさっきの評価後に取り組んだんで、さっきのやつのグラフには結果が含まれてないので、まあ、お楽しみという感じです。 でまずその1、まあ、EBPF マップからデータ消えてしまう問題を引き当てました。これ何かというと EBPF マップっていうキーバリューストアがあるんですけど、そこに書き込むことで、さっきの XDP っていうパケット処理系で処理できるんですね。で100万件書き込んでみました。100万件書き込むと、なんとですねデータを落とすんですね。でこれは EBP が悪いんですけど、僕らが結局悪かったんですけど、LRU っていうやつを使っていたのが問題でしたと。まあ、使わないやつっていうのは、なんか,後から捨ててくれるっていう風なやつで最適化してくれるようなデータ構造があるんですけど、これの挙動を間違って理解したのが問題でした。 捨てるわけではないんですよ、ま、エントリーサイズがマックスで捨てるわけではなくエントリーサイズのマックスの3割ぐらいまでしかたまらんとか7割ぐらいしかたまらんみたいな勝手に捨てられていてなんだこの挙動はと理解できずなんかすごい悩んでました、まあ、しかもエントリー数の,この波があることが最悪ですねで、まあ、結果としてはこの LRU をやめましたグッバイ LRU っていうのとあとはメモリアル程度を動的にするようにするっていうフラグを入れることでまあなんかこう節約しました でその次は、ね、GTPV1U に対してマルチコア対応した事例なんですよ。これはじめに適当にさっきのテストを行ったときなんですけど、AC トップ見ると一発でわかる、CPU コアが1個しか使われてないんですよ。はみたいな。これで100%貼り付いていて、なるほどねっていう。で、これはまあ要は RSS が効いてないって話なんですけど、まず GTPV1 のマルチエンフローのパケットを投げて何なのかっていう話をします。 で一般にパケットのフローを識別するには5タブルを使ったりするって話があるんですけど、5タブルというのはソースの IP、ディスト、ポートと、あとはプロトコルを使うわけなんですね、パラメータとして。なんですが、<laughs> GTPV1U に関しては5タブルでは不十分なんですよ。よく考えてください。ソース IP というのが S ゲートへ、ディスト IP というのが自分がってい固定。で、他っていうのは UDP で2152っていうポート番号を使うんですよ。だからこんな風にパケットダンプすると固定なんですよ。 とということで,です、ね、じゃあそこでじゃあ t i d をうまく使ってやりましょうということになるわけですね。でまあ、あ図にしておくとこんな感じなんですよ、さっきのは。の S ゲートがいっぱい増えたら、いけるかなみたいなしか。ちなみにこれ、余談なんですけど S ゲートはじゃあなんでだめなんだよって話をしていくと、まあ、各社がざっくりですね、数十のオーダーとかそういうレベルなんですね。 まあどこというキャリアとかは言わないんですけど、でえーまあ、あるキャリアのエリアではですね、IoT デバイスとかまあ雑にばらまかれたりするとですね、このキャリアの中あのエリアの中になんか1000、2000いっぱいあったら、2000個同じ ID できたら分散しないじゃんみたいな、そういう困りが起きるわけですよ。だから一つの S ゲートウェイではだめなんですね。で、まあ、TID を含めてフローを見て、RSS を聞かせられないかっていうのを調査します。で、えっ、ー、とイーサツールってやつを使ってみんなやるんですけど、まあ、ドキュメントをちょっと眺めましょう。まあ、そんな都合のいいものはないと。めっちゃ困るわけですね。 はい、ここで諦めたら試合終了なので、えー、Linux カーネルのドライバーを見ますと。コードを眺めた結果、IntelIce っていう、えー、100 Intel の 100G 系のドライバーにはありましたと。じゃこれ、いさツールで設定できたらいいんじゃねみたいな、でまあ、こねこねしたわけですよ。で、まあ、無事ですね、これは TID を見て RSS が効かせるようになって、HTOP で見ても CPU コアが大いすご動いてる、やったーっていう、これ、まあまあ、写真撮るいいタイミングです。<laughs> でえじゃこの結果っていうのは、えー、せっかくの Linux カーネルにパッチ今出してますで。モバイルの会社だったちがか、まあ他の人たちが嬉しくなるようにしています。まあ、実際にこんなふうに使うと、深可分散がみんな使えるので、まあ、このパッチを使うと、まあ嬉しくなります。でえっと、最後の引っ掛か,かりポイント、これ、チェックサム処理のチューニングなんですね。なんか、GTP で遠隔するときっていうのは、えー、UDP チェックサムを当初計算してたんですね。で、不可計測を行っているときにパーフしてみると、あなんか確かにスタックコールあるなみたいな。 分かるわけですよなんか重そうな雰囲気ありますね、コストの一ちにはなってるだろうと。でそもそもチェックサム、本当に必要なんだっけっていう確認しに行きました。アマゾンの奥地に確作に至たってやつですね。でこの実際の 3GPP のドキュメントを見ると、双方が対応すればチェックサム0でもいいと、つまり S ゲートで受け g p ておけばいいんですね。でこれはまあどう調査したかとそういうのは置いておくんですけど、まあ、調査をした結果あ、なんか大丈夫そうな雰囲気があるぞと,ということで、オフタートをする機能を入れた結果、このケースではショートパケットで3から4 g ガ改善されました。 でここの最初の話持って、さっきの話持っていくわけですよ。不自然な谷、なんだったんだろうという。で、これを入れたことによってです、ね、この谷が改善されたっていうのがあります。やったね。で、えー、と当初60ギガぐらいやったんですけど、これが無効化によって 82GBps ぐらい出て、おなんとおー20ギガ Bps も改善しました、嬉しいっていう。はい、えっ、ー、と、時間がやばいんですけど、えー、とここまで、えー、と僕らの開発とか、まあ、改善とかの物語をちょっと見てもらいました。で、これを踏まえて今後の話とか、まとめをしようかなと思います。 えとはい、今後の展望ですで、これちょっと残念なおチが1個ありまして、ショートパケットの場合ですね、g p g a t ト a u に対して完璧な負荷をかけられてないんですね、もちろん、p ゲート a u のときは、ショートパケットのときはがっつりパケロスしていたので、実用上はそんなに問題がなかったはずなんですが、まあ、より厳密性のあるやつをやりたいというのは、まあ、人情じゃないですか。 でまあ、これができれば測定用の,の、えー、と専用機が、まあ、高級外車グラウ値段で売ってるわけじゃないんですよねこう。なかなかサーバー1台で 100G 出すのは難しいと。 いうことでまあ、今後は複数サーバーを使って何とかしたいなと思います。あとは、えー、と本日使ったコ、えード断片的に紹介してたんですが、まあ、なんかせっかくなんで整理して社内の調整ができたら公開しようかなと思ってます。あとはこうこ,こにちょっと謝辞書いてるんですけどいろいろ手伝ってくれた同僚がです、ね、インフルで発死んでて発表多分見れないと思うのでここでこっそり謝辞を載せておきます。 はいえー、とすみません、時間が過ぎててまとめます、PGATEAU の題材に、えー、とパケット処理系の測定改善を、えー、紹介しました。この発表を通して以下のことを伝えてきました。どうやってパケット処理系を高速化するか、パケットのフレームワーク、パケット処理のフレームワークといくつかの定石をすることで簡単に高速化できますとでどのように測定するか、まあ T、やを測定するるか T-REX Python やをと。 初毛のパケットを大量に送れますでどのように改善するか、まあ、データ分析を Python を使って行ったりメトリックを観察して動作しながら取り組んでいくわけです、まあ、ついでにモバイルのコンポーネントも作れることをお伝えしました、えー、と Python でパケット生成から、まあえー、と計測まで一貫できて非常に便利だったので皆さんも Python で楽しく改装しましょうありがとうございました 発表ありがとうございました。では質問がある方は挙手お願いします。どうぞ。はい、少しマイクが届くまでお待ちくださいね。すみません、ちょっとあの自分の理解がそこまで深くないからあれなんですけれども、えっと LTP をできるだけ使わないようにするっていう話があったと思うんですけれども、あの LTP、L-LPT。L Longest prefix match LPLPM ごめんなさい LPM の話です Longest prefix match ごめんなさい LPM をできるだけ使わないようにするっていう話があったと思うんですけれども LPM ってスキップすることによって LPM を使うとその一番 具体性の高いプリフィクスを持ってるものを先にルーティングするっていうものになってると思うんですけれども、えっと、これをスキップすることによってむしろあのプ,レあのそのプリフィクスがみあの具体性の少ないものもあの無差別にあのルーティングされてしまうと思うんですけれどもそういうところであの実際、まあ、いろんなそのあの高速化を行ってると思うんですけれどもあの実際これをスキップする必要性ってあったんですかっていうか。 はいえー、と実際に LPM というかそのプレフィックスマッチをする実装自身がそもそも重いという話があったりするというのは、まあ、前提としてあってで、えー、と自作しているのでルーティングだけを他に任せるというアーキテクチャに,に書き換えればその p ゲートウェ a 自身のパフォーマンスいうのは向上させることが可能なんですね。なので NEXTHOP をスイッチだけに切り替えてあげて、えー、いい感じにルーティングさせるで p ゲートウェ a 自身というのはエンキャップ、ディキャップと,、えー、とユーザーが処理すべき、えー、とビジネスロジックの部分だけを頑張ってやるというのが。まあ 一ついいかなと思ってこういう話をしましたなるほどですありがとうございますはい。他にもあとお一人ぐらい何かご質問ある方いらっしゃいますかどうでしょうかよろしいですかね はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、とお時間になりましたので、早坂さんのトークを終了いたします。あのパーティーについてのご案内もしますので、少しだけおかけになってお待ちください。えー、まずはあの早坂さんに大きな拍手をお願いいたします。